文章、アレクサンデルルドビクラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公、ネスビジュのオルディナトを相続した。1626年より、リトアニア大前官、1630年より、リトアニアクライチ官、1631年から1635年まで、ブジェスチリテフス危県知事、1635年より、リトアニア区内副長官、 1637年から1654年まで、リトアニア区内長官、1654年より、ポーツク県知事をそれぞれ務めた。スーニム、リピツェ、ブラツワフ、シャデク、ノバボーラ、ユルバルカス、アリートスの大官でもあった。彼は、生涯に3度結婚したが、 ヤヌシュ・ビシニョビエツキの未亡人であったカタジナ・ティシュキエビチと再婚した際は、ヤヌシュの遺産相続をめぐって、イエレミ・ビシニョビエツキとアレクサンデルとの間に死闘が起きた。カタジナがイエレミの側に寝返って、離婚を突きつけたため、アレクサンデルは、自らの主張を取り下げざるを得なくなった。アレクサンデルは、ジグムンと三世の知性感は、国政から遠ざけられていたが、 その息子ブワディスワフ4世が1632年に国王に選出されるとその支援者となった。しかし国王、ブワディスワフが無謀な対トルコ戦争計画に熱中し始めるとこれに反対して晩年には王の側近を離れた。ありがとうございます。